はいどうも、女性保管計画です。えー、今日はですね、2022年の7月24日です。ちょっと暑いですね。暑いんで、ちょっとね、汗がね、出てくるんですけど、ちょっといろいろ最近、あのね、あのー、家の部屋から出て撮影みたいなのもちょっとずつ、まあ、恥ずかしがり屋なんで、堂々と。 公衆の面前にはこの格好では出れ、出れないんですけども、ちょっと恥ずかしがり屋なんで、ごめんなさいね。で、まあ、それで自分のアパートのね、ちょっと公共スペースとかを、ちょっと散歩してみるみたいなところから、順々にね、慣れていこうと思ってるんですけど、はい。なかなかね、で、まあ、その話にもね、ちょっと絡むんですけど、昨日7月23日ね、えー、私はドイツのベルリンに暮らしてるんですけれども、えー、ものすごいイベントがね、 えー、ベルリンでありました。それはですね、どうも日本語の情報を見ると、ベルリンプライド、ベルリナークリストファーストリートデイっていう感じで、えー、あるいは CDS ベルリンとしてなんかね、えー、知られてるみたいですね。えっ、ー、と、何かというと、えー、ベルリンプライドセレブレーション、えー、毎年のね、7月の後半、ドイツのベルリンで開催される、えー、プレードパレードとフェスティバル。 で、まあ、LGBTQ、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、えー、トランスジェンダー、そしてクイアー、その人々をね、まあ、自分たちで祝うというね、自分たちを肯定するというね、誇りを持って肯定するみたいなフェスティバルでした。でですね、一応ですね、むっちゃ家、自分の今住んでいるところの、あるいは3分ぐらいのところで、から、なんかその、 なんていうのパレードスタートみたいな感じのね、広告を見たんです。クイアプライド。クイアプライドっていうね。クイアっていう言葉はなんかね、日本だったらほら、この小説とか有名じゃないですか。ちょっとね、あの、ここら辺でセンシティブなテーマなんで、あの、ちょっと間違ったこと言ったらすごい、あのね、あの、ものすごい人から嫌われそうなんで、えー、なるべく注意して話そうと思ってるんですけども、昔クイアっていうのはね、えっ、ー、と、この、あの、ウィリアム・バロウズ、あの、私の大好きな、 バンドのソフトマシーンというね、バンドの名前もこの彼のね、ソフトマシーンという小説から来てるんですけれども、まあ、彼のね、えっ、ー、と、作品、このもう今ペンギンブックスから出てますからね、なんとね。えー、これ日本語ではね、オカマって訳されてましたよね。オカマって訳されて、日本語訳も出てたと思います。自分もね、それ買ってた。まあ、自分大学生時代ですけどね、もう30年前とかになるんですけども、 35年ぐらい前になるんですけれども、えー、買った記憶があります。で、読んだ。読んでも意味全くわかんないですけど、正直。これ、現象とかでね、今読み直そうとしてるんですけどね、えー、ぶっ飛んでてやっぱわかんないですね。わかんないみたいなんだけど、なんか、なんとなく、こんなことを言いたいのかなっていうのが、やっぱバローズの読み方なのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこら辺もよくわかんないです。まあ、そのクイアーっていうね、あれで、 あの、今はもう完全に変わってるみたいですよね。クイアーっていう言葉がこのオカマっていう意味とは全く違っていて、まあもともとクイアーっていうのは、まあこのウィキペディアそのまま喋ってますけども、まあ不思議だとか風変わりだとかちょっと奇妙だとかちょっと変だねっていうような感じで、え、もともとは同性愛者への LGBTQ へのまあ差別語。 無別語だったらしいんですよ。なんだけれども、まあこれがね、90年代ぐらいから、まあこのバローズの時代っていうのはもう本当にこのね、差別語としてのクイアっていう意味を、うん、まあ使ってるんだけど、バローズはそれに対して差別語、差別してるとは思わないんですけども、クイアっていうのがもう、なんていうのかな、セクシャルマイナリティ全て全部をね、 えー、代表するような言葉としてクイアっていう感じで、まあ、定義されていって、えー、それで昨日のね、あのー、その集会のね、 えー、パレードのチラシとか見ても、クイアープライドっていうことでね、まあ、奇妙であることに誇りを持つっていうような感じで、今は、まあ、解釈し直されているんだな、っていうような。まあ、あんまり詳しいことはね、これから勉強しようと思ってるんですけど、あわかんないんで、まあ、そこはね、あのー、間違ってたらご指摘を受けたい,いんですけれども、まあ、そういうような感じで、まあ、クイアーっていうのがね、定義されていると。で、そのクイアープライドっていうことで、ね、まあ、自分もね、これ、なんか、まあ、自分、 まあなんでそこにね、興味を持ってそこに行ったかというと、まあ自分もね、まあこう、女装するっていう、まあ自分は何なのかっていうのを考えると、やっぱ、クロストレッサーなのかなと思ってるんですよね。なんだかんだで、やはり自分が、あの、付き合いたいなと思うのは女性なので、まあそこは完全にストレートなんですけれども、あの、服を着たいというか、女、やっぱあの、女の子の格好がしたいっていうのがやっぱりすごくあって、まあね、まあいつも、今日も。 まあ、フンケメーラーのボディースーツ。まあ、ロングブラーつけて、あのー、ボディースーツ着てるんですけども。まあ、これ着ているとすごい落ち着くっていうのがあって、まあ、その自分っていうのが一体、まあ自分探しなのかもしれないですけど、一体何なのかっていうのをやっぱり知りたくて、えー、ね。まあ、そこで、まあ、クロストレッサーと、 その、お、うん、オカマ的な解釈のクイアっていうのは、すごい自分の中ではなんかしっくりきていて、あ、自分ってもしかしてそこにいるのかなっていう感じで、まあこのクイアプライドっていうのにね、やっぱり一応参加してみる。えまあね、できればね、なんか、お友達とかができたらいいなとか、まあそこら辺も受け身なんですけど、自分からね、あの、自分から友達になろうと思って声かけられたらいいなみたいな、むっちゃ、こう、ね、 受け身なんですけど、まあ、まず第一回なんで、まあ一体どういうものなのかなっていうのが知りたくて、ちょっとね、あの、その集会に行ってきました。で、写真とかね、とやっぱり写真とか撮ったら失礼だと思ってて、やっぱそれって人権だとし、それはなんか奇妙な好奇心だけで、自分がね、本当にその、うん、自分が LGBTQ とかの運動っていうかね、そういう、 反差別っていうのに対して本当に戦えるような資格があるのかっていうのとかは全く今未知数なので、やっぱり写真とかね、あの、まあ、街角で撮ってる人いましても、君を変態どもがわーってやってるわーみたいな感じとか、なんか、あとアラブ人とかトルコ人とかにはすごいなんか嫌悪感を露骨に表しますね。もうその何、何 あの、まあ、女装してたりとか、女性下着を着けているおっさんとかまあおっさんはあんまりいなかったんだけれども、まあ、そういうクイアーな人たちを見ても、十字架切ってるとかね。<laughs> 十字架切ってるって何なのかなやっぱ神の教えに、あの、性っていうものは、やっぱり、 あるわけでしょここもなんか適当なこと言えないけれども、一応あの子孫を残すっていうのが、キリスト教とかでもやっぱルールなんで、男は女を愛さなければならない。女は男を愛さなければならないみたいな、婚姻しなければならないみたいなのがやっぱあると思う。あって、やっぱそれに対して背くことだからやっぱね、サタンよっていうか、サタンめって感じで、あの、十字架切ってんだろうけど、うん、何なのかなっていうね。うん。 でまあそういうやっぱあのね結構ものすごい人が集まってましたねものすごい人が集まっててあの何な,なのかな、まあ、一目でまあ分かるんですよね一目でわかるんですで自分はやっぱりそこね助走して出歩けないんで多少ちょっとねあのまあ普段もねたまにやるんですけど目のところにねちょっとあのー アイライナーだけ塗るとか、ちょっと色つけるとか、まあすごいさりげなくやってるんで、で、男の服を基本的には着てるんで、あの、まあ男、うん、ちょっと中性的なものは選んでるんですけど、私服とかでも、もっといいのね、選びたいんですけど、まあ、うん、まあ、まずね、どっちにもつかないような、ニュートラルな、あの、一般市民でもなくクイアーでもなくみたいな、それでまあ、 ちょっとね、参加してきたんですけどね。まあ実際その、みんな集まってるところね、中で話聞いたりとか、えー、っと、それからちょっとね、あのー、まあパレードが始まったらちょこっとだけ、まあ、参加したりとかしてたんですけど、まずね、あの、ファッションとして、まず記号としてのクリアっていうので見ると、やっぱね、ちょっとあの、蛍光色つけなきゃいけないですね。蛍光色と、あとここら辺にね、点々点光。で、蛍光色なんですよ。あの、普通のね、カラーじゃなくて、黄緑とか、 ピンクとか黄色とかのあの蛍光ペンの色ですね。蛍光ペンの色っていうのが結構服装でもう全面的に入ってる人とか、まあ,あとピンクか。だからあの蛍光ペンカラーなんですよ。だからね、それの色っていうのがね、やっぱファッションの中にある、あの、かな、含まれてないと、あの、そのグループとはなんかちょっとね、あの、思われないっていうのをね、あの、その、 集団見てて、その集会、とか集会見てて、まあ一般人の通行客とかもいるわけですよね。それとそのクリアの何、何が違うのかっていうのを、まあちょっといろいろずっと観察したら、やっぱまず蛍光色をね、ファッションに入れてるかどうかっていうところね、この、本当蛍光ペンカラーなんですよ。うん。っていうのがね、すごい感じ、あの、思いました。で、 この蛍光ペン、蛍光色って、ごめんなさい。自分嫌いなんですよ。もうファッションにそんなに入れてると、何を思い出すかっていうと、ごめんなさい。やっぱね、日本人で、東京とか暮らしてたんで、あの、千葉のヤンキーですよね。<laughs> 千葉のヤンキーです。でね、まあ、あ千葉のヤンキーとの色っていうのが、ま、あこのね、なんかクリアとか LGBTQ の、なんかまあ、ああの、 まあ、レインボーカラーってあるじゃないですか、あの、6色のね。あれとか、もう、ちょっとあの、傾向入ってるっていうのとか、あれに対してまあ、傾向色が入ってるみたいな感じですかね。ああいうのをね、やっぱちょっとファッションに入れてないと、あの、仲間としてみ認められないんだな、というね、いうようなことは感じましたね。だから来年もし参加するときはね、ちょっとそのカラーとかをちょっとうまくアクセント的に入れておけば、もっと友達ができるのかな、とか思いました。で、まだね、 あと、結構ね、あの、まあ、参加してると、まあ、別に英語、大体みんな英語で喋っていて、ドイツ語で喋ってる人とかほとんどいないんですけれども、あの、ま、いろいろね、あの、ダンスとかが始まると一緒に踊ろうみたいなね、男の子とかあと、女性も結構多い,いですね。女性でこう、あの、フレディ・マーキュリーみたいにね、ひり生やしてる人とかね。アジア人はね、もうろくつに日本人だなっていうのはちょっと発見できなかったんですけど、あの、韓国のね、 方が結構、2、3人いたと思います。で、うまいんですよね。韓国の人のファ,あのファッションセンスって、やっぱ最近なんていうのかなかなりレベルアップしてると思っていて、そんな昔が悪かったのかって言ったらものすごい失礼ですけれども、まあ日本人もそんなこと言えないんですけれども、えー、っと、結構ね、あの、うまいファッションというか、なんていうのかな、西川くんあの、TM レボリューションの西川くんみたいな路線で、 あの、まあ、男でもあるし、女の子みたいにも見えるみたいな、すごいなんか上手い線のね、ファッションしてて、まあ、90年代のね、まあ、だから、あのあたりのポップっていうのかな。ああいう感じのね、セ,ッセンスを、まあ、その K-POP なりにアレンジしたような形のファッションで、まあ、そのクリアー性というか、トランスジェンダー性みたいなのを表現していて、まあ、そういうファッションはね、ものすごいこ、あの、 韓国人のそこら辺のねトランスジェンダー系のファッションってものすごい参考になるなって思いましたでまあそこら辺のねだから何て言うのかなそのうんそのベルリンプライドそのねうんで感じたことっていうのはまあそうやってまあ結局まあセクまあプライドと言ってもやっぱり自分たちの仲間か敵かっていうのとかがあってやっぱそのうん 共同体という同じ目的を持っていて、その方向を一緒に見ているっていうところが、やっぱり、そうね、パレードだとか、あとパーティー、あの、集団ですよね。あらゆる共同体のルールであるとは思うので、まあ、そのね、傾向色のポイントっていうようなところと、で、まあね、あの、自分もそこで、まあ、ある程度知り合いができればな、とか思ったんですけどね、まあ、ちょっとな、 初めての参加だったし、まあ、自分自身も中途半端なねあの記号としてそこに参加していたので、まあ、なかなかそこまではいかなかったと、まあ、多少ねあの一緒に踊ったりとかそういうのはあったんですけれどもでやっぱあとねものすごい自分がね辛いなって思ったのはあの結構ほらあのこうノースリーブの暑いからノースリーブのファッションをしてる人がいるんですけどやっぱねあの うんこれは自分の AT フィールド、ヨーロッパに関すヨーロッパに対する AT フィールドなんですけど、あの、脇が、あの白人の脇が、がもう、たまらなく、きつい、あの、自分は耐えられないんですよね。ものすごい、あの、まあ、その、うん、クイアの人たちが集まっている、 ま、ど真ん中とかでも自分もね、いろんな人のウォッチングをしてたんですけど、もうね、常にね、鼻にね、どきつい脇が臭がね、こう突き刺さるっていうかね、まあ、よく言いますけど、目に刺さるような感じのね、脇が臭がね、もうちょっと耐えられなくなりましたね。もう、あの、同じ、そこの、そういったところに10分以上はちょっと言えなくて、ちょっと空気転換が必要みたいな感じで、 これ文化の違いらしいですよね。あの、脇がっていう言葉は英語にしろド、ドイツ語にしろ、ないんですよね。ない。存在しないから気にしてない。だから目に見えないもののような。だから匂わないっていうか気にしないっていうか個性らしいですね。あれも、だからプライドっていうか、あの、まあ、確かにデオロ、デオドラントとかほら、あの、売ってますよ。売って汗の匂いは消そうみたいなものは、あの、薬局とか、 化粧品屋に行くと売ってるんですけれども、で、まあ、香水とかもものすごい強い文化じゃないですか。で、それを消そうっていうベクトルはあるんですけども、ものすごく、そのね、脇菓子がひどくてね、ちょっとね、それも、が耐えられなかったです。あの、やっぱそこね、うん、気にしないらしいですよね、西洋人って。あれ、個性だって思うらしいんですけど、まあ、自分もね、あの、金髪の女性とかと、 付き合った時あるんですけど、やっぱりね、ほんときついと思ったんだ。だから一緒に近くにいたり、ちょっとね、抱き合ったりするときってあ、夏の暑い日ってね、もうすごい目が痛くなるというか、臭いんですよ。ほんとに。 まあこれっていうのはまあしょうがないですね。やっぱね、文化の壁というか、まあそういうもんで、なんていうか完全に仕切られてる AT フィールドなんだなと。まあそういうのもあるから、うん、なかなかね、参加しづらいというかまあ、あんまりこういうね、夏の日の暑いパーティーに参加する、な、夏の日の暑いパレードとか集会にね、参加するのきついなとって思いました。まあまた参加したいんですけどね。でもやっぱなんだろうな やっぱ、それだったらみんなシャネルのコマとかつけていい匂いさせてるような集会にした方がなんかクイアっぽいなっていうかね。うん、そういうの思いましたね。あとランジェリーとかも割となんか、うんその蛍光色っていうのを使ってる時点であんまりファッショナブルじゃないというか、<laughs> 悪いんですけど、なんか廉価品。 あの、中国や体制の、まあ、中国製とか今、品質いいんですけど、あの、安いやつね、チープな、あの、ランジェリーとかを、まあ、男性で着てる人とかいるんですけど、ま、あね、 ちょっとなんか高級じゃない。なんか、せっかくだったらなんかアトリエボーデレとかね、ブルーベラとかね、あと、ハニーバーデットハニーバーデットとかのね、かっちょいい下着とかをね、つけてる男性とかね、見たかったんですけど、なかなかまあそこまではいなかったですね。あとやっぱね、その性に対する解放っていうんじゃなくてね、こう、反資本主義とか、そういうのもね、あと、反差別っていうのをまあ一緒にテーマで持ってるんですよ。まあ確かにね、あの、ウクライナの、 あの、戦争とかに対しても、その難民とかに対して、このね、LGBTQ のね、えー、団体がね、どれだけ貢献したかってものすごい貢献してたんですよ。このドイツでも。まあそこら辺は頭が下がるし、まあそういうね、運動に、まあ自分もね、ちょっとね、友達ができていい関係が築けたら、ちょっとコネ、まあそことね、コネクションを作っていきたいなって今は本当に思ってるんで、やっぱなんか、中途半端じゃないですか、自分とかね。 まあ、もう、社会生活は男性としてやってるし、まあ、きちっと雇用もされてるし、まあ、そこそこお金も稼いでる方だとは思うし、資産もある方だとは思うし、 なんだけど、やっぱこの女性が女装をしたくて、したいんだけども、社会生活ね、オールタイム、フルタイムで、なんか、この女装するっていうことは、勇気がなくて、自信がなくて、で、ハーフタイムっていうか、まあ自分でね、こういう時だけやって、何かそれで発信していきたいっていう、まあ自分の存在って一体何なんだろうとかね、あの、一体誰と自分が繋がっていけるんだろうみたいなことを、すごい悩んでるんですよね。 で、今のところあんまり見つかってないんですよね。あのー、なので、やっぱこのね、ヨーロッパでなんかそういうのをね、見つけて、自分の人生っていうのをね、また何か違う方向に進めたいなとは、自分は思ってるので、参加しようっていうようなね、意思があるんですけれども、やっぱね、何が言いたかったかというと、安易にね、やっぱ若いんですよ。みんな若すぎて、 あの、あと、結構ね、自分、50代とか40代とかの人たちもいるようなんですけども、その人たちはもう完全になんかぶっ、ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでるというかもう完全に悪いですけどあの、社会の負け犬層みたいなのに所属していて、だからなのかもしれないですけど、資本主義で後とかね、そういうのがね、もうスローガンにあるんですよね。あの、それで、 いやいやいや、ま、あそんな簡単なもんじゃないっていう資本主義っていうのは、そんなね、妥当っていうのはいいし、ま、あそういうお祭りで言ってるのはいいかもしんないけど、やっぱりスローガンとして、あのー、カピタリストは死ねみたいなこととか、ああ、言ってたりとか、なんかそういうもんじゃないだろうって、まあ、それっても本当に若いなというか、あんまり考えてないなというかね。 その今の資本制社会っていうのが一体どういう風に作られているのかっていうのと、やっぱりある程度お金をお給料とかも,もらってたり、少なくともそういうね、蛍光色のランジェリーとかを、まあ自分で生産してる。 作ってる、自分で構成して作って生産してる、そういう人じゃないと、ないでしょうから、結局貨幣をね、貨幣を使って、その資本主義社会で、その、うん、なんだ、蛍光色のランジェリーを買うっていうこと自体も、まあその資本主義的行為であって、それをもう装着してるっていう時点で、資本主義の一部分でしかないっていうこととかを、やっぱりね、うん、どこまで考えてるのかなっていうのはね、まあわかんないですよ。 あの、ちゃんと付き合って話してみたら、ちゃんとわかっている人たちもいるのかもしれないですけど、まあ結構ラテン系の人たちとかね、そういう資本主義だと、とかなんか言いながら歩いてるのとか見てると、うん、どうなのかなとかって思いましたね。あとやっぱり、あの、反人種主義とか言いながら、やっぱり大きな壁で、その、あら、まあ自分の、 住んでる地域にはアラブ人やトルコ人とかがいるんですけども、まあそういった人は全くほとんど参加していなくて、やっぱり結構なんかね、あそこマッチョな文化だと思うんですけど、トルコとかね、あの男性とかのあの格好とか見てもやっぱヒゲ生やして、なんかすごい男性、筋肉もりもりでとかね、そういうような人たちが多いので、結構難しいとは思うんですけども、やっぱりそういう人たちと、あのどういう あの、社会を作るかっていうような会話をするだとか、あとまあ、アジア人の少なさですね、反差別とか言いながら。なんだかんだ言って白人系の、とにかく特にラテン系の人とかがメインになっていて、ドイツ人とかも一体どれだけいるんだろうなとかっていうところはね、結構ちょっと疑問に感じました。はい。 だから、まあ、ちょっとね、面白い運動とは思うんですけれども、そのね、蛍光色っていうのも含めて、なんかね、ものすごいあの、なんだろうね、山田玲治さんがよく言っているスクールカーストですよね。あの、2000年代にできたスクールカーストっていうので、まあ、何かというと、まあ、その、まあ、地元の青春アミーゴっていうヒット曲が、あの、象徴するような、 地元じゃ負け知らずっていう地元のなんかね、ボスみたいな感じですよね。そのカーストがまあ学校にもできて、そいつらがいじめっ子あの、そいつらが そのちょっとね、キモいっていうような、ちょっとでもね、まあだからクイアなんだろうけど、そういう人に対して、まあ、暴力を振るったり、いじめをしてきたことで、まあそう、登校拒否っていうのが、学校に行けない子どもたちっていうのがむちゃくちゃ発生したっていうようなね、分析を山田玲治さんはよくしてますけれども、えっと、それと同じようなね、あの、匂いっていうか、まあ、彼ら自身も多分その若いクイアっていうのは、 多分ドイツのスクールカーストとか世の中のスクールカーストでやっぱり追い出されてきた人たちだと思うんですよ。追い出されてきた人たちだからこそ、まあそれはね、あの日本の審査力とかの歴史とかもそうなんですけれども、で、そういう人たちが集うと、じゃあどういう組織を作るかというと、同じカーストの世界っていうのをね、作っちゃうっていうような傾向っていうのがあると。で、その中で同じような形で反資本主義だとか、同じ傾向色をまとぶ。 っていうとか、まあそういうような何か、えー、共通の儀式っていうのができて、それで、あのー、他の人たちとの連帯っていうのは、で、本当に解決すべき問題。まあそれがね、だから反差別、反、あらゆるものに対する差別、性に関する差別、そして人種に対する差別、うん、それからまあその、資本主義的、 社会制度における差別とか、まあ、抑圧だとか搾取っていうのを、まあ、本当に解決していきたいんだったら、だとしたら、まあね、何をしなければならないかっていうところとかをね、一体どのようにね、定義づけてるのかっていうのを、やっぱ、そのね、クイアのその人たちの、うん、それをね、やっぱもっと知りたいなって思いましたね。ちょっとそういうのはあんまり見えなかったんで、参加してみてもね、うん。 でもね、まあ面白いじ。なんかね、あの、いいなと思った。だから自分はちょっと戸惑ってなかなか自分から友達を作りに行くような動きが取れなかったんですけど、なんか来年はちょっときちっと考えて、単にね、自分がこうやって、まあこうやって、自分の満足のためだけに、こう助走しているような形とは違って、街中で普通に クイアーとして、なんか自分の存在っていうのをアピールできる、あの、とかつ人とコミュニケーションできる、あの、ファッションっていうのを、ちょっと、自分はちょっと来年のね、同じパレードの日までにね、構築してみたいな、みたいなことをね、感じました。面白かったです。